長島仁王という次郎です。今回2019年の12月に大阪平野駅の平野西で、自分長島仁王というのをジムを作りました。その名もオツジムです。はい、まあ、02なんですけどね、オツジムです。そうですね、まあほんまに人の縁があって平野で作ることになったんですけど、まあ、今のところいい感じで、人も集まってくれて、まあ、楽しくやれてるんじゃないかなと思います。僕一番、まあ、来てほしい、まあ、一番というか、まあ、よく来ていただいてるのはやっぱり35オーバーの人らが多いですね。結構その経験者じゃなくて35ぐらいから始めるキックボクシングみたいな感じです。もちろんその初めからいきなり殴り合うんじゃなくて、まあ順を追って、ちゃんとしたキックボクシング、パンチキックやってディフェンスコンビネーションやって、そんなとこからですけど、まあ、スパーリングとかもやってます。まあやっぱりね35以上なんで、そのみんなお仕事持ってますし、まあ家庭持ってますんで、そんないきなり本気で打つ気あったりというのはなくてですね、まあ軽いマススパーリングが、まあ、中心です。まあそんな中で、まあ35その軽くスパーリングしてる中で試合を出たいという人もたまにいるんで、まあそういう人だけ、まあ練習試合的な感じでガチンコの、まあ、スパーリングも時々試合前にやってるという感じですね。でももうすごいライトなジムなんで、ね、ライトなジムで、まあキックボクシングを始める30代オーバーの、はい、人らもしいればぜひぜひ来てください。まあまたね、まあそのいきなりじゃなくて長いことやって、その35歳以上のワイズキックに上がりたいという、まあ、20代の若者もぜひぜひお待ちしますんで、はい、ぜひぜひお勧め来てください。